はい、前回の続きでございます。前回はね、ここを取って今開発してここにね、負傷を立てて、まあ両方から来るので注意したいなと思いますけどね。あとこことの同盟がね、あと途切れちゃうので、そこもちょっと注意しなくちゃいけないところですね。取り掛かれ。ここにお城を建ててもね、町は取れないからしょうがないんだよね。強いな、みんな。A とかだよ。ターンスターできるんだね、ここら辺は。お任せや。同盟の延長したいな、できるんだったらね。外交ダメかな。
半分取っとかないとね。かしこまりました。OK、 よかった。そしたらね、同盟が組めたらここの兵力を寄せ集めたい。寄せて集める、寄せてあげる。まずはここに運ぼう。諸勢力の拠点制圧。施設完了、城に戻るぞ。お任せを。町並みの制圧が完了。天城越え。喘ぎ声、天城越え、喘ぎ声、喘ぎ声。天城越えの喘ぎ声。
いやもうこれで、引け、あれ？こっちは、こっちは、あ、駿府城なんだね。駿府城は駿府城にしよう。早くね朝敵が作れるようになりたいので、これを3つ立てて、歩兵ができたのにな。ここがね2万7000なんですよね。こっちがね、こっちが3万いるので、これはちょっとキープしておきたいんですね。これを寄せ集めよう。ここまでお任せください。城を建てたら意味ないか。小田原城、小田原城、武田軍とね、池田君がこっち行ってるね今。グッドタイミングですね。こっちをね攻めちゃうっていうのも一つの手なんだけど、同盟国をやっつける。この人たちがね早く来ないとね。しょうがねえな。
あれなんで出ないの、これが。あれこれないじゃん。忍者がいるんですよ。承知した。町並みの制圧が完了。鉄砲の技術同盟が持ってんだね。もう一つの部隊はどうなってますか。中継をつないでみましょう。もう一つのところも気になりますね。武田軍だったね。こいつらが帰ってくる。戦う気があんのか。戦う気がねえじゃねえかこいつら。落とせるなら落としたいけどね。1万2000だからね。あれでもなんかさ、さっき見たらさ、こことここ同盟国なんだよね。あ、ここ。あ、ここ取ったんだね。こちらの同盟国の皆さんは応援に来ていない。
今はねちょっと無理だね。これ2万あるけど、まあ、ご飯もあるけど、ちょっと実験するかな。実験1部隊だけでやっつけられんのか、それとも先にここを取っちゃって行くか。こっちにね2万いるんだよね。ちょっとまあもう一回セーブやってですね、ここで引き返してもいいんだけど、そっか、道がつながってないからね、諸勢力取れないね。このまま勝ち取ることはできないと思うんだよな。前進。違うよ、前進じゃねえよ。どうめここが来ていればさ、戦いたいところだったけど、もう一回セーブしてね、ここのセーブポイントに戻ってくると思いますけど、念のために戦ってみましょう。我に続け。陣を変え。でこっちはどうなっていくかな。こっちに動きはない。こっちはどうかな。続け。敵部隊壊滅。お味方が傷を負いました。会える。味方部隊壊滅。お味方が負傷しました。壊滅しました。陣形を維持できません。こいつ強いな。やべえなこれ。余裕かと思ったけどね。お味方の部隊壊滅しました。ちょっと話が違うじゃないか。話が違うじゃないか。友倒れですね。友倒れ。こっちだけに集中していればよかったかもしれないね。どうしよっかね。もうちょっとやってみるか。こっち落とせそう。こっちが死にそうですね。敵部隊壊滅しました。
制圧しました。捕らえたり。よく取ったね。こっちがね、こっちはダメだな。一旦引くか。体勢を整えるか。行くぞ。街並みの制圧が完了。はっ。退却。ここはね、取られちゃうけどね。弾性物質って。ここはね、駿河だからね。ここはね、誰もいなくていい。ツツジのね、ところに全部行って。こっちを開発しましょう。じゃあちょっと今回はこの辺で終了、開発してから終了にしようか。1、2、3。後継感多めだな。全部建てれるようになっちゃったから、田んぼだけ多めに。研究、自分で鉄砲研究したんだな。これは武田軍か。任せられ。それはいいんだよ。街並みを失いました。目標変更。目標変更。こっちはこれ敵のところだ。同盟国だね。そこは退却。Thank you.
あ、これがあるからダメだ。これがあるからダメだね。かしこまった。もうやめだ、終わりだ。裏切り者はどこだ。裏切り者こいつだ。作業開始。敵部隊壊滅しました。ダンセーブしてね。どっちがいいかな。ここにしようか。ここにしよう。我に続け。ここら辺でもね、鉄砲ができるようになってるんだよね。あ、作ってないけどね。あ、これ強いやつだな。Thank you.
まあ、通常に担当者を派遣しないとね。浜松城にね、ここで担当してるのはこの辺の人たちだと思うんですよ。2人ぐらい連れていきましょう。大丈夫ですね。まあ次回ですね、一旦セーブして。